ナンバー P4669 ナオズウェーブ。人類が初めて発見した安全なワームホール。その先の太陽系には生命体と文明が存在する惑星がある。その名もアリンド。昼と夜が分かれたこの惑星への上陸以来、我々に似た姿を持つアリンド人との交流は進み、技術、文化の共有、そしてこの惑星の歴史についても共に研究してきた。その中で我々は彼らの最も重要な儀式、選ばれし死者が若き頃に学習した過程を見届けたが、それは学びというより覚醒と呼ぶのがふさわしいと感じた。この時彼らは我々人類と似て非なるものであると気づいたのだ。アストラモーフ、他の生物の形態を再現する奇妙な存在。ドランの学者の導きでジング前への侵入調査が叶い、アストラモーフの真実に近づいていたが、あと一歩というところで研究は中断された。アリンド人は我々が禁忌に触れたという。こうして関係は急激に悪化。約20年間外交は断絶された。この間に我々は特別な才能を持つ第二調査チームを選抜。今回の調査において非常に重大な使命を担うことになる。任務開始前の情報共有は以上。調査員が皆任務を成功させることを祈る。ようこそ惑星アリンドへ。